ただいまご紹介にあたりました朝日病院の管理栄養士の畑です。よろしくお願いします。なかなか風貌から栄養士さんと聞かれることほとんどないんです。まずトレーナーとかそういったふうに言われますけれども、まあ今日は多分日本で一番ワイルドな栄養士だと思いますので、その話を聞いていただいて、健康に貢献できればと思います。さて今回はコスト少々ということで、先生方からお話がありましたけれども、栄養士の立場からコスト少々の予防のために、カルシウムの真実ということをお話したいと思います。まず皆さんちょっと手を挙げてみてください。今もカルシウムを使ってます。筋肉が伸びた時にカルシウムを使ってます。ちょっとグーを押してください。グー、はい、これはだいたい心臓の大きさだと思ってください、ね、この量だけご飯食べてください。1回、これ以上食べ過ぎたら超えます。絶対超えます。はい、次パーしてください。手のひらのこの部分が1回のタンパク質の量です。だから肉をこれ以上食べたら脂肪になります、ね、魚もこれぐらいだけ食べてください。はい、次親指出してください。はい、この量が砂糖の量です。一日のこれ以上取ってませんか？よく考えてみてください。はい、それではここに映っていますのが私の病院です。私のじゃないですけど、私が勤めてる朝日病院です。事務長から紹介してこいということで、写真もちゃんと撮って、白い病院になっております。先ほどからカルシウムの1日の摂取量ということで、お話がありましたけれども、1日だいたい 600mg は必要だと言われております。ね、何をどれだけ食べればいいのかと言いますと、先ほども話しましたが、魚で大体 60g、 肉で 60g、 卵で 50g、 乳製品で 200cc、 大豆製品で 100g、 大体豆腐3分の1丁ぐらいですね。はい、芋類が 60g、 中サイズの芋が1つぐらいです。野菜は 350g、 果物は 100g、 だいたいバナナ1本、みかん2つ、リンゴだったら3分の1ぐらいですね。ご飯がだいたい 300g、 これだけ取っていただければ 600mg のカルシウムが吸収されるであろうと言われています。ね、カルシウムの吸収率っていうのが、だいたい17歳から18歳ぐらいがピークで 45% と言われています。で、50歳を過ぎれば 30% 以下になるんですね。今日も来ていただいているお客さんの中は皆さん50歳ですよ。もうすでに今日食べたもう 30% しかカルシウム吸収されてないということですね。しっかりこのだけを取っていただいたら、カルシウムは 600mg 取れるであろうということです。で、カルシウムの多い食品をちょっと挙げてみました。煮干し、ひじき、ごま、小松菜、木綿豆腐、牛乳です。見ていただいたら分かりますと思いますが、豆腐の方が小松菜よりカルシウムが少ない。よくわかりますね、これ。で、ごまは結構あります。で、そこで今回は野菜のカルシウムをちょっと考えてみようということで、小松菜の調理をちょっとしてきました。小松菜のワンタンスープです。
小松菜は大体3分の2束、ワンタンは6枚、これ2人分ですね、豚肉のミンチが 60g、 あと白ネギを入れます。で、小松菜は3分の1はみじん切りにしてください。みじん切りにして豚ミンチとオイスターソースとあえてワンタンの中で包んでください。で、残りの小松菜は、一口大に切っていただきます。で、白ネギも一緒に切ってもらいますね。で、2カップの水と鶏ガラスープの素小さじ2杯入れていただいて、全てを入れてもらって炊いていただいたら、大体ワンタンが、透き通ってきたら出来上がりです。書いていただきました。はい、今日書いてしてくださいね。はい、次に干し椎茸と手羽先の煮込み。カルシウムはミネラルっていう部類に入ります。で、カルシウムだけではなかなか吸収がされないんですね。で、その中にビタミン G っていうのが必要になってきます。で、そのビタミン G が必要なの すごく入っているのはこの干し椎茸です。干し椎茸は、今売ってるものはほとんど機械干しですから、活性型のビタミン D が少なくなっています。ね、干し椎茸を買ってきたら必ず 2、3日干してから使ってください。で、先ほどからコラーゲンの話も出てましたね。はい、手羽先にはすごくコラーゲンが含まれています。この手羽先は一旦焼きます。フライパンで焼いていただいて、焦げ目をつけてお湯を入れてもらって油抜きをします。で、その後、椎茸ですね、これはタケノコも入っています。タケノコ繊維多いです。で、チンゲン菜も入ってます。チンゲン菜はビタミン C、ビタミン A、それにミネラルも豊富に入ってますので、それをうまく利用していただきます。で、全ての材料を、鍋に入れていただいて、ひたひたの水の中で炊いていただきますが、だしはこの椎茸から取っただしを使ってください。で、味付けなんですけども、醤油、みりん、お酒、三度割れてます。1対1対1で味付けをしていただいて、煮込んでいただいたら美味しいのができます。これ僕が作りました。非常に美味しかったです。で、次はレンコンとごぼうのごまマヨネーズです。レンコンはすごく喘息とか花粉症に効くと言われています。で、今の時期少し安いですので、レンコンとごぼうを一口大ぐらいに切っていただいて湯がいて、で、マヨネーズの中にごまを入れていただいたらまたカルシウムの吸収が上がります。で、こういうふうに切ってもらったら、かなり美味しい一品になります。次はオクラの牛肉巻きです。オクラはちょっと最近あんまり売ってないんですけど、夏場の食品ですので、オクラを見つけたら一旦塩で産毛を取っていただいて、で、軽く湯がいてもらいます。で、牛肉はももの赤身です。油がついたところはいけません。ももの赤身を使っていただきます。これを濃い口醤油から、みりん小さじ1杯ずつにつけておきます。約10分ぐらいつけていただいて、取り出した牛肉を片栗粉につけますね。片栗粉に両面つけてオクラを巻いてください。で、それを油で焼いていただいて、だいたい表面の色が変わってきましたら、醤油とみりんを大さじ1杯ずつもう1回かけてください。そして水分がなくなったら出来上がりです。今日の晩ご飯もこれで決まりですね。ポイントとしては必ずタンパク源と一緒にカルシウムを取っていただいたら
吸収が良くなるんですね。で、年齢とともにだんだんその肉、魚食っても肉は食わへんっていう言われる方が多いんですね。で、肉を食べなかったらどうなるかと、タンパク質の摂取が不足してきたら乾いてくるんですよ。乾いて歪んで歪んできますね。で、縮んできます。これ覚えておいてください。肉食べんかったら乾いて歪んで縮むんです。年齢とともにそうなってきますので、しっかりタンパク質を取ってほしいんです。次に乳製品ですね。乳製品は一番のカルシウム源になります。で、大体1日 200cc ぐらいの牛乳を飲んでいただいたらいいんですが、なかなかね、牛乳は下痢するから嫌いやといらっしゃる方もいますので、まあ、ヨーグルトでもチーズでもどうにでも構いませんので取っていただきたい。で、今回ちょっと作ったんですけど、焼きプリン、簡単にできます。だいたい牛乳 110cc に対して卵1個、砂糖は大さじ1杯、牛乳 110cc に対して卵1個、砂糖は大さじ1杯、バニラエッセンスを入れていただいて、よくかき混ぜて150度のオーブンでだいたい10分焼いたら出来上がります。これが、プリン液になります。かけました。だいたいこの比率で焼いていただいたらプリンができます。プッチンプリンよりも美味しいです。で、大豆製品ですけども、納豆ですね。納豆一時期、なくなるぐらい有名になりましたけども、納豆も食べ過ぎたら痛風になったりするんですね。で、今回は納豆が物語る消費と骨折の関係ということで、これ見ていただいて分かりますけども、納豆の消費量はやっぱり東北ですね、一番多いのは。で、関西、特に兵庫県、この和歌山あたりはすごく納豆消費量少ないですね。骨折の発生率も見ましたら、やっぱりここら辺、関西の兵庫県、和歌山がすごく多いですね。納豆の消費量が多いところの方が骨折の発生率がすごい少ないという結果になっています。関西の方はすごく納豆が嫌いな方が多いので、できるだけ食べてください。で、納豆には骨を作る細胞を活性化させるビタミン K2 がすごく多いんですね。で、そこで果物と骨折の中のリンゴも納豆と同じくビタミン K2 がすごく多いんです。で、青森県民は骨折が少ないというふうになってますので、リンゴもちゃんと食べていただいて、納豆も食べていただいたら、骨粗しょう症の罹患率は下がってきます。で、カルシウムは先ほども言いましたが、ミネラルですが、それだけではなかなか吸収されませんので、一番の味方であり一番の敵っていうのがいるんです。相思相愛の中でこれリンですね。聞いたことあると思いますが、これも無機質ミネラルの一種です。カルシウムをたくさん取れば必ず骨を作るかっていうと先ほどの話もありますが、そうではありません。カルシウムとリンは 80% は手をつないでいるが、リンを多く取りすぎるとカルシウムを追い出してしまうんですね。 80% だけ相思相愛なんです。それ以上取ってしまったら全てリンがカルシウムの抱きかかりで出してしまいます。で、リンって何でやということになりますが、リンには2種類あります。有機リン、これは食品に含まれているリンですね。例えばささみやったら 200mg 100g 中、卵は、100g 中に 180mg、 カマンベールチーズにはこんだけ入ってます。で、もう一つ無機リン、これが問題になってきます。コーラ、炭酸飲料ですね、この中には 75mg 入ってます。
でアイスティー、この中にも100ミリグラム入っております。この無機リンというのは食品添加物です。で知らず知らずのうちにこのアイスティーが美味しいからとたくさん飲んでたら、知らず知らずのうちにリンを取っております。でなぜ悪いかというと吸収率が全然違うんですね。有機リンはだいたい 40-60% ぐらいしか吸収されません。でも無機リンはほとんど 90% ぐらい吸収されます。で毎日コーラ1本飲む人は毎日 75mg はリンを摂取しているということですね。ここで問題なんですけど、加工食品、清涼飲料水などの食品添加物にはポリリン酸、メタリン酸、これ、こういったリンの添加物がたくさん入っています。これをたくさん取ることによってカルシウムはどん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 外に出されます。この辺を注意していただかないとカルシウムをたくさん取ってもあまり意味がなくなってきます。で1日2リットル飲んでも骨折する子どもたち、ジャンクフードとか清涼飲料水、それはリンと白い砂糖ですね。角砂糖1個でだいたい牛乳5本から7本分のカルシウムを消化吸収に使ってしまうと言われています。白い砂糖をたくさん取ってジャンクフードを食べておれば牛乳何も飲んでもカルシウムはどんどんどん外に出ていきます。で骨折になってしまいます。で大体50代から60代を過ぎてきた主婦の方に急に起こる突発性の調理イヤイヤ病というのがあるんですね。結婚して30年、子供のために一生懸命ご飯を作ってきました。子供が独立していなくなってお父ちゃんと二人きりになりました。なんであんたのためにまたご飯作らなかったの、もうあんた変わってっていうことがよくあって、うちの病院でも、そういう相談を受けます。である A 子さんの献立です。もう、家事を放棄した奥さんが作ったものです。牛乳、コーヒーとパンとジャムだけです。朝はで昼は天ぷらそば、これお父ちゃんも一緒に食べてるんですね。で夜はちょっと頑張って豚肉の生姜焼きと味噌汁とご飯だけ。これではやっぱりカルシウムの摂取は少ないですね。でそこで一生懸命説得してお母ちゃんに作ってもらったのが、朝食はこれから牛乳をとりあえずこういう感じにしましょう。でリンゴですね、先ほど言いました。でリンゴと、これはトマトとチーズのオーブン焼き、これ簡単です。トマト切ってとろけるチーズ乗せてオーブンで、トースターで焼くだけです。これだったらできるやろと。でこんだけしていただいただけでもカルシウムすごく変わってくるんですね。これ一手間です。で次昼食、これは、天ぷらそばだけですので、これはちょっと難しいからとりあえず冷ややっこでもね、捨てましょうか。花かつおでネギ、こんだけ増えていただいただけでもカルシウムが吸収が変わってきますし摂取量も変わってきます。次は夜ですね。夜もう一品追加して小松菜の卵とじ、邪魔くさい、邪魔くさいですね。でも小松菜湯がいてちょっと醤油で味付けて卵とじだけやからしてくださいよということでこんだけ変わりました。これだいぶカルシウム摂取が変わってきてます、ね、こういう一手間をかけていただいたらかなり違ってますね。カルシウムが不足したり、してきたらかなりイライラしてきます。で子供の飛行が多くなったりするのもカルシウムが原因だと言われています。で、夫婦親子関係イライラしたり喧嘩が多くなればやっぱりカルシウムのこと、食事のことも見直してください。とりあえず手作り料理インスタントやめて、で朝からしっかり牛乳を飲んで、出汁は煮干しで作ってください。
白い砂糖を茶色に変えてください。3温度ぐらいで結構です。で、外食やジャンクフードね、すごく添加物を作ってます。できるだけ控えてほしいです。で、ひと手間かけた料理を作っていただく。で、リンとカルシウムのようにいつも手をつないで 80% の入ってない出来上がりませんと、ひと手間かける 20% の勇気を持って行っていただいたら、多分、カルシウムは1日 600mg 取れると思います。最後に愛とカルシウムで、夫婦円満になってコスト少々もなくなるということで、今日の講演を終わらせていただきます。